はい、どうも、ビズゲンアニメでございます。今週のトップ5に入れなかった作品たちのですね、大反省会をしていきたいなと思います。今週のトップ5は、こんな感じになりました。中澤さんがマケイン、僕は1位がニゴリだったということですね。まあ、好みですね、今週は。結構。そうですね。まあ、全部面白かったです、正直。まあ、何がね、好きかって話で、まあ、僕はやっぱり青春系好きで。うん、あ、はいはい。もうね、マケインはもう、ものすごい青春を感じるんですよ。わかりますよ。なんかあの女子たちが集まった、うん、レモンちゃんがこう入ってきたところとか、はい、超青春みたいな。そうなんですよね。だから青春っていうものを切り取ってアニメにした作品、うん、青春のゴンゲが負けんですよ、うん、そうね。まあまあゴンゲはあの花どっちやねん。マケインの、まあ、でもね、俺、本当にマケイン見ながら、あの花がちらつくんですよ。あ、だから似てるじゃん。青春の感じが。ちょっと似てるし、じゃあ夏になったら毎年どっち見ますかって言われたらどっちやります、うん、あの花。何やねん。何こいつ。はい。じゃあということで、今週の、じゃあ第6位って言いましょうか。まあちょっと俺ね、第6位が10個あるって話をしてたんですけど、うんうんうん、第6位、天水の桜姫でした。もう来てるね。そうでしょ。PA は来てますね。PA3 作品が6位以上に全部あったということなんですけど、てか一番そのストーリーの安定性で言うと、やっぱ花野さんが入ってることもあるし、ゲーム原作っていうのもあるんですけど、安定してますね。で、今回、まあその鬼の根城に行って、鬼をちょっと倒して、みたいな話だったんですけど、うん、その、大水内だったかなっていう、その悪神みたいなのがいるんですけど、それが蘇りましたみたいな感じで、火山が噴火したんですよ。うん、で、みんなで、桜姫たちが作ってた、あの田んぼとか家とかがあった崖が、火山灰と、あとはその炎で燃えてしまって、今まで一生懸命積み上げてきたもの、もう結構何年もやってきたものが崩れ落ちてしまったっていうところで、うん、絶望エンドで終わったんですよね。うん、で、俺それ見たときに、え、こんな展開になるのみたいな。はいはい。え、このアニメ平和なアニメじゃないのって思ってたら、いきなりその、ね。だからゼロに戻した。ゼロに戻したっていうのがあって、その、いろいろ調べたんですよ、俺。うん、これ、アニオリだったら、原田さんやってんじゃんって思っちゃったわけ。ああ。叩かれるよ、これと。はいはい。UFO の時見たく。と思ったから、ちょっと調べてみたんですよ。うん、そしたら、ゲームも、なんかそれがあるっぽくて。ああ、そういうことね。そう。でもゲームの時も、やってたプレイヤーの人たちは、えってなったらしくて。うん、てか、そもそもゲームでやってる人なんてさ、もちろん一生懸命、たまたま自分たちで作ってきたわけじゃないですか。そうだね。そう。それが、ゼロに戻ってるわけだから、結構トラウマになるシーンだった、みたいな話を、ちゃんとやってくれたみたいので、結構なんか喜んでる方が、うん、多くいらっしゃったイメージです。今ね、しかも、一回、展開に戻って、一、うん、人、神様がもう一人仲間になったんですよ。まあそういうのも含めて結構面白くなってきたなっていうところで一気にゼロに戻ったんで、うん、これおもろいなみたいな感じでちょっと第6位にさせていただきました。はいはいはい、まあ非常に面白い作品になってるかなと思いますね。だから PA はね、本当に俺、この後半に来てうなぎ登り。さすがやねーと思って、いい揃えてきてるなみたいな。でもさ、本当はやっぱり最初も欲しいじゃん。最初のブーストも、ね、ブースト欲しいけどね。その話題性という意味で。まあ確かにね。だからその、そうよ。だ結局アニメがじゃあ円満が売れる理由って何かっていうと、最初の入りが良くて、ずっと継続して面白いって言ってくれるものが一番いいわけですから、うん、まあそれができてないのは確かにそういう問題はあるかもしれないけど、でも、1、アニメを全部見てる人の僕としてはね、うん、もうすごい面白い作品3作品になってきてるなっていうところで、やっぱり PA ワークスはすごいなと思ってます。うん、はい。僕の6位は、女神のカフェテラス。いやね、面白いな。俺も、女神のカフェテラスたまらないっすね。毎週言ってるから。毎週、本当に。で、はい、毎週、特に語ることはないんですよ。好きなんです。誰が？僕、女神のカフェテラス。あ、作品がね。そう、はいはいはい。作品が好きで、だから、内容どうとかじゃないんだろうな、これはもう、みたいな。じゃあ、マジで原作見てほしいっすわ。うん。あ、そんなダメアニメ。いや、綺麗です、もっと絵が。あ、そうか、絵が綺麗だね。もっと絵が綺麗ですし、うん、その、ハヤトの、もっといい間とか。うんがあるんで、あ、ハヤトって本当はこういう風に思ってたのねっていうのが原作の方が分かりやすいです。でももしかしたら、俺が原作見たら、はい、また手塚プロダクションさんのこと嫌いになるかもしれない。いや、それはあります。それしかないです。それしかないので、まあ、そう、確かに。そういう意味では、ちょっと、まあ、見なくてもいいかもしれないけど。今週は何ですか？リホちゃんの回ですか？はい、そうね。あ、リホちゃんの回でしたね。僕もちょっと、第6位に入ってます。うん、はい。まあ、そもそも推しじゃん？うん、推しですね。うん、あ、そう、お母さんの回ってね。そう。はい。なんだろうな、まあ、全然別に読めない展開じゃないし、正直自分でも作れそうだなと思ったけど、でも、やっぱこの世界観っていうのが唯一無二だから。そうなんですよね。もう、それで面白いんですよ。それでいいんですよ。でもなんか、リホがかっこいいんですよ。
ハヤトには見せない。好きな人には見せないっていうのがいいんです。うん、で、これ、なんかその、ラブコメの中でも結構面白いなって思うのが、うん、その、女神のカルテラスは、まあ、メインヒロインのうちの3人ぐらいは、もう、ハヤトのことを好きだって言ってることなんですよ。確かにね。そう。言ってて、あなたには見せたくないとかっていうところが、結構、その、ラブコメ要素としては面白い。だし、新しい感じね。そう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 。うん、でも、まだ他の子も控えてるから。そう。なんかどうすんのかなみたいな。で、交代交代で、じゅんぐりじゅんぐりアピールタイムがこう行われていくっていう状態なんですけど、今回はリホちゃんだったんで、僕も第6位に入ったかなというところでしたね。で、次がですね、僕の妻は感情がない。はい、僕妻、はい。で、これ、なんかちょっと変わりました。みんな視点になりました、話が。ああ、はい。だからそこはなんか面白いなと。今までと違って、うん、みんな視点で。だから、前まではミーナが何を考えてるか分かんなかったのが、うんうん、今回逆になってて、あ、はい、これ面白い構成だなと思って。確かに。しかも前回の神回を経てるから、うん、あの話を経て今回ミーナ視点になってて、読者の気持ち、なんか心を掴んでるんだろうなって思っちゃいました、ね。いや、思いました。これ構成うまいっすね、うん。めちゃくちゃうまいと思います。引き込まれましたね。前回がめちゃくちゃ良かっただけに、うんうん、あ、今回こういう目線に立ってそういう話をしてるんだみたいな。なんかね、だそれを、なんか、あんまり感じさせないんですよ。守君をうまく使ってるから。そう、でも、守君とかさ、高精度なのかなっていう話だったじゃん。まあね。守君の方が。守君は、結構、おかしいですからね、あいつもね。学習機能みたいなのがついてるから。そうそうそう。ちょっと、行かれてるよ。行かれてる。いや、だって、今週なんて、なんならタクもあんまり関係ないんですか？関係ないよね、うん。関係なく、あの二人だけで、なんか、やってるような話だったんで。いや、だけどさ、タクマが最後さ、ずっと聞いてたからちょっとわかるってか、それはねえだろみたいな。そんなに、あなたも高精度ですかみたいな話になってたっけ。割と確信ついてるんですよ、たくま。なんか ぼそっと言う一言なんですけど、うん、なんか、彼の多分本当に心の底で思ってることをただ言ってるだけなんですけど、うん、なんかそれがね、いいんですよ。あんまり何、そのミーナちゃんに寄り添いすぎない感じにしてたりだとかっていうところもあるし、うん、結構面白いなと思いますね、あれはね、うん。まあでもね、よくできてますよ。その、本当に構成が良くて、手塚プロダクションが唯一頑張ってるアニメ。あれすごいアニメーション。なんか、うん、ミーナのさ、作画見ててさ、なんでなんでってずっと思っちゃう。他の作品のこと思い出してきて。あれなのかな？なんでなのみたいな。表情があるものは描きにくいのかな？表情がないもの。そういうことだ。の方が描きやすい。でも、いいですよね。そのミーナちゃんって表情がないのに感じ取れるじゃないですか。うん、あ、そうそうそう。そう。だそれが、まあ多分原作もともとそうなんだけど、うまくやってるなと思いますよ。うん、でね、次がですね、うん、窓口タリアはうつむかない。あ、なんかさっき動画の最後で言ってましたね。なんて言うんだろうな。やっぱり好きなんですよ。もう延々とこれやってくれてればいい。なんか俺構成が嫌なんだよな。なんか。あ、そう。うん。じゃ俺もね、ほんと、ただよ。いいんだけど、え、こいつダリアなのかなって思わせるような作画が、ところどころ差し込まれて、あれこれダリアかなって。こんな顔してたっけなみたいなのがね、多いんですよ、今週。あとは、顔の目のバランスとかがおかしくて、だから、そう、作画監督が入ってないのかなとか思っちゃう。入ってないことはないんだろうけど。でもまあ、確かにわかるわかる。俺もダリア見てて。最後さ、だって、これで OK ってする人がいるわけでしょ。うん、いや、だから予算の関係なんでしょ、触れてんのか、もう OK するとき。したくないけど、みたいな。いや、もう、もう監禁されてるでしょ。こういう感じで。はい、反抗戦、反抗戦。そういうことだよ。ゴーサインだけ出してるみたいな。いや、だって確かに目の形とかさ、輪郭とかおかしいから。で、動きもさ、やっぱなんか、ぬるぬるしてないから。そう。なんか、いや、俺もそれずっと感じてるけどね。でも、あの手のアニメって絶対予算降りてないから。まあね。しょうがないと思うんだよ。うん。しょうがないと思うんだけど、でも、その内容、俺、だから本当にそのアニメーションというよりか構成がマジ気になってて、なんか水虫の話面白かったのになとかも思うし、うん、いや原作がどうなってるのか知んないよ。知んないけど、なんか、こう、もっとこうできたよな、とか。なんだろ、ね、いや、わかるよ、わかるし、だって今回だってさ、ヒゲ剃りフォームみたいなね。ああ、ありましたね。話じゃん。そう的な、みたいなね、うん。だって、あれが異世界じゃなかったら、うん、あの話できないじゃん、さすがに。ああ、そうね。だけど、異世界だから、やってるんだけど、でもね、それでも楽しいんですよ、僕は。もうなんか見てて楽しい。だけど、作画が気になって、作画で邪魔しないでほしいなと思っちゃう。いや、だから、あれは、なんかよくわかんないなと思いました。あ、そう、揉めてんのが、うん、その、相手の職人が。いや、お互いなんか高めようとして揉めてんのはわかるんですけど。そう、わかるわかる。そう、なんか。だかそこまで描ききれてないのに、多分。多分ね。いや、俺も思った。だから、原作はもっと、そう。あれなんだろうなと思ったし。多分、そう、原作者の意図が描ききれてなさそうだなとは思った。そう。なんとなくだから。すごいよ、それ。だからさ、アニメ見ててさ、原作者の意図がとかって思ってしまうような作品にしちゃってんだから。そうね。で、俺は、そういうのが気になるわけ。うん、あれ長田さん、パリーは今、普通になっちゃいましたね。
もうお別れかもしれないです。俺今週面白かったよ。あれ嘘、うん、その六星たちが出てきて、うん、あの久々に出会ってノールのことを覚えててみたいなさ。あ、だからそれこそずっと勘違いさせてた、うん、ノールは自分が、まあ、出来損ないだと思ってるわけじゃん、うんうん、でもなんか今回もやっぱそれちょっと変わったかなっていうような雰囲気になっちゃって、もうなんか最終回に向かってますよ、ね、ゆるりといろんなやつが集まってきて、ね、強いやつも集まってきてノール認めてみたいな、うん、ノールごまかしきれない今状態、自分自身でもごまかしきれない状態まで来ちゃってる。いやだから俺はなんかもうここまで来ちゃうんだったら違う街に行ってもう一回始めてほしいぐらいの。いやでもさ、もう一回リセットして、先週さその俺パリの話をして、うん、コメントでさ面白くない、あ面白いって言ってた人いないよねみたいなことを長澤さんが言ってたらさ、ああこんなにコメントでそう俺パリ面白いですって言ってる人がいたわけじゃん。めっちゃ嬉しかったよ、まあ、こんなに3人ぐらいですけどまあでもそれぐらい擁護してくれるぐらい面白いと思ってくれてる人がいますからね。そうね、うん、いやだから本当に言ってよかったなと思ったし、うん、まあ、本当コメントしてくれてありがとうございますと、うん、あのもう本当にコメントで、あの、まあ、僕らはともかくその、うん、俺パリは救われてるなと思ったしね、うん、だから俺もそのコメントでこれぐらい来てるから面白いと思ってる人いるんだと思って、うん、再評価した結果これですよ。だから今回面白かったなって、うん、だ本当になんかギャグの要素って今週あんまなかったけど、うん、まあ、モロヘイヤぐらいですよ。ああ、そうね。あれはちょっと笑いましたけど。じゃあ俺ちょっとかかりすぎてないから。うん。そう。で、なんで急にボケたんだろうみたいな感じだったけどね。そう。でもそういうなんか面白さもあったりだとかね。そう。だから、本当に、まあ先週も話したんですけど、最後に、うん。あの、コメントすることの意味。この作品が救われる可能性があるから、うん、本当に思ってることはコメントしてほしいんですよ、ね、うんうんうん。まあ、もちろん俺らにとっても有益なことではあるんですよ。その、例えば再生回数が伸びたりとかってあるんですけど、まあ、そういうのはさておき、あの、本当に作品が救われると思ってるし、うん、なんか、今まで語ったことない作品をこう語れることって、こういう動画でね、うん、そう、なんか、それを見て救われる人たちもいるんだなって思ったから、まあコメント来てましたけど、その、話す方がいなくてとかっていうのは、うん、やっぱ意味のあることだと思うんですよ。お互いにとってね。だから、皆さんたくさんコメントしてほしい、うん。本当に。つまんないものはつまんないでいいし、うんうんうん、これ面白いです。これ切ったんですけど、これどうですかとか。そんなでもいいですよね。本当に面白いと思うんで。そうそうそう、なんかさ、その参考にならないことかもしれないけど、うん、人がどう思ってるかって気になるじゃん。気になる。だから、あ、これを1位にしてる人は、例えば自分が1位にしてるものが10位ぐらいにあるんだけど、うん、今週、あれだ、どうだったのかなとか、そうそうそう。それ、なんかあの、見るだけでも楽しいんですよね。そう。楽しい。こういう風に感じてる人もいるんだみたいな。でね、義妹生活ですよ。うん。ということで、その義妹生活ね、やっぱりそうコメントいただいてましたけど、まあ、僕もね、先週見て、評価がらっと変わりました、うん。めっちゃおもろいわ、俺、と思ってるわけですよ。で、僕は、本当に中立の立場から話してます。あの、どっちでもないというか、その日、賛否ある中で、どっちでもわかります、正直。何を見させられてるんだ、それもわかります、そう思ってたんで、僕も。でも、面白いです。それもわかります、僕。今もうそう思ってる。うん、っていうので、今週もその、先週の9話の神回をこう引きずって、未練があるな、ということをちょっとずっと引きずってるっていうのが、なんかうまくこう演出されてるんですよ。で、ちょっとまあ、種崎さんが新しく新キャラで出てきたりだとか、そういうなんかね、面白さがあったりだとか。で、ただ、あの、なんか、X とかね、2クールだからみたいなこと言ってる人いたんですよ。うん、なんかもう公式の X 見たら全12話って書いてあったんで、多分2クールじゃないと思うんですけどね。はい。まあ、なんかその辺ごめんなさい、知ってる方いたら、ちょっとコメントほしいですけど。あれ、長澤さん、ギマシード見たの？いや、まだアドリを見てから、うん、見ようかなと、うん。そうそう、その順番。うん。その順番でいってほしい。あとですね、今週はロシデレの、あの、エンディングですよ。僕の青春の。557188。はい。大好きな曲。はい。恋の歌詞。ずーっと着歌にしてた曲。あれさ、20年前ですよ。めっちゃいい、その好きな。これね、あの、男性でも無理したら出る音なんですよ。ああ、そうですね。カラオケでギリギリ歌える曲なんです。懐かしいですね。めっちゃ大声で歌ってました。あの曲を思い出しましたよ。これはあの、なんでマケインの方でやってくんなかったんだろうって思いながら。ちょっと読めないね、だからさ、マケインのエンディングはさ。やっぱり、あ、いやいや、もちろん良かったよ。良かったけど、うん、じゃあ、いや、ロシデルもさ、同じ戦法取ってるじゃん。なあ、まあそうですね、うん。まあでも毎週変えてますからね、ロシデルはね。うん、面白いですね。ロシデルの選曲はどうなってんだと思うんだけど。なんでここで恋の歌みたいなさ。うん。じゃあ、あんまり合ってないじゃん。ロシデルの作風にね。なんか、毎話毎話話に合わせて作ってんのかなって思ったら、そうでもない感じもするからさ。うん、ちょっと微妙。いや、なんかね、ロシデルはさ、なんか今週パンツなかったんですよね。うん、で、それも嫌でしたし、なんかその、まさちかも言ってましたけど、ロシア語がなく出れてたじゃないですか。ねえ、それが、まあ可愛かったんですけど、うん、どうすんのかなっていうのは。まあ前も言いましたけど、ちょっとマサチカが持ちすぎてて、やっぱり持たざる男が好きなんで、あの、三雲治虫が大好きな僕にとっては、マサチカ君とはちょっと持ちすぎじゃない？誰がわかんねえ三雲。
おさむ。ワールドトリガーね。まあでも、そのまさちかがさ、今週、そのおじいちゃんが出てきて、まあそのトラウマである母親と会ったっていうのがね、なんか演出うまいなと思ったんですよ。その、すごいユキの顔は映さなかったんですよね、最後ね。だからその、どれぐらいトラウマがあるかっていうのが、あの二人の因縁っていう感じで、ちゃんと終わらせてて、みたいな。でもこっからさ、最終話もね、あと2、3話でしょ？結構なんかシリアスな感じで終わりそうだよね。アーリアを見たい。うん。俺はね。作品だと思ってたの、俺も。でもなんかちょっとやっぱ、まさちかくん、そのムーブが多すぎちゃって。ちょっともっとアーリアにしてほしいな、みたいな。あれですよ。自分が、まさちかの立場だった時を想像してほしいんですよ。うん、ね？今回さ、付き合ってないじゃないですか。付き合ってない中ね、そのテスト勉強してて、夜12時手前ですよ。ね、思ってる子から電話が来て、出たら、あなたが勝ったら言うこと聞きますね。うん。やりたかったわ。その付き合ってない中で、俺が好きな子からそんな電話が来て。うん。いやでもさ、それでさ、じゃあ付き合ってくれって振られるのは現実の話よ。まあ、現実世界。いやまあ、そうよ、うん。いやでもさ、今回さ、そのあれよ、アーリアさんの中では名前の話が出てるんです、うん、だから多分アーリアが勝ったら、名前呼びしたいみたいなさ。うん、可愛いって思ったんですよ。アーリア。可愛すぎる。まあ、まさしく勝ったらね、うん、何するかは知らないです。やっぱここに来て、青豚の、これを見て、うん、やっぱ青豚のキャラデザっていいんだな、みたいな、うん。本当に。本当思うよね。可愛いもんね、舞さん。そうなんだよね。舞さんがやっぱ一番好き。いや、みんな可愛くない？いや、でもやっぱ舞さんが好きっすね。そう。まあ、舞さんはその、やっぱりエピソードもいいからさ。あとちょっとガクッと、まあ、安定しないっていうか、杖と剣のイストリアが、先週の俺の気持ちをどうしてくれんだぐらい、うわっつってなんか日常に戻っちゃって。まあ、つなぎ会でしたからね。そうそう。なんか、何こういうのじゃなくて、うん、こういう風にでしてくれみたいな。間取ってずっとこういう風にしてくれりゃいいのになって思っちゃう。あと作画が、ちょっとなんか。作画ちょっとひどかったかも。ちょっとなんかぶっ壊れてきちゃった。うんうん、ちょっとね、コレットちゃんが可愛くなかったシーンとかもありましたし。まあでも展開としてはね、最後面白い展開になったなっていうか、うん、俺らが望んでる展開になったなっていうのはありましたね。まあ、そのユリウスとかシオンと一緒に戦うっていうことになって、うん、ダンジョンアタックに誘われたっていうのが、うんうんうん、やっぱりその魔法を使えない一人がいて、他は魔法の、だって1位から4位ですよね。そう、ね。がいてみたいなのは、やっぱ望んでた展開かなっていうのが。いや、そうね。結構胸熱なんですよね。だから来週からもしかしたらめっちゃ面白くなるかなとも思いますし。うん、ですね、異世界失格がですね、あ、そっか、ずっと言ってたね。今週神回だったんすわ。泣いたんすよ、俺これ。それ6位なの？ 6 位です。6位なんですけど、その、まあ、うまく感動会を絡めてきたなっていうのと、その、この前言ったかもしれないですけど、その先生の能力が異世界に戻す能力だっていうのがあって、まあ、それが久々に発動したんですけど、しかもそれがなんか悪い転生者を送るとかじゃなくて、いい転生者を元に戻したっていうような終わり方をしてて、こんなに異世界で頑張れたんだったら、元に戻ってもお前やれるよ的なメッセージを残しながら異世界から戻すっていう、あ、こういう終わり方もできるのねっていうので、その物語のなんか面白さプラスその展開の良さっていうのがすごい良くて、そういうことでもさ、 その現実世界でさ、大体ね、転生ものって現実世界でうまくいってなくて、うん、異世界で成功してするじゃん。そう。で、成功したのに戻されたら超ショック受けそうだけど。いや、と思ってたんですけど、うん、そのね、今回おっさんみたいなのがいたんですけど、うん、その、ちょっとね、トリックもあって、まあその辺もめちゃくちゃ上手かったんですけど、いいんだ、うん、その、おっさんはもともと車椅子、足が悪くて車椅子で、うん、その、あるね、いじめられてるのを目撃しちゃって、助けたかったんだけど、足が良くないからっていう理由で逃げたって言ってたんですよ。で、その逃げたところでトラックに轢かれたっていう。それで、謎の転生の仕事をしてるんですけど。で、それを引きずってたわけですよ。異世界に来てから。うん、で、まあその先生の仲間に同じ境遇の子がいて、うん、その子を見て、すごい勇気が出たみたいなことを言ってて、はいはい、で、先生にめちゃくちゃマジレスされて、本当に足が悪かったから助けなかったのかって言われて、ああ、そういうことね。勇気がなかっただけじゃないのかみたいなこと言われて、確かに図星をつかれて、同じ境遇にいた男の子が今回勇気を出して頑張ったから、うん、僕も頑張れそうだみたいなことを言ってて、それを見てた先生が、じゃあ、やれるんじゃないか、今だったら、みたいな感じで戻すみたいな。はいはい、はい。で、元に戻って、どうなのか、みたいな感じの終わり方にしてるっていう。良さそうね。構成がね。じゃあ、その話だけ見ようかな。ああ、まあいいかもね。それは。あ、でもね、その前の話も面白かったですよね。うん、一応完結ね。いや、結構ね、俺、この異世界しか頑張ってると思う。いや、よくちょこちょこ出るじゃん。そう。いや、そうなんですよ、うん。だから面白いんだと思うんですよ、うん。で、もっとね、みんなで盛り上げてほしいなと思うんでね。うん、まあ、これもぜひぜひコメントほしいなと思いますけど。はい。あ、でもカットしてるかな、俺。大反省会。あ、そっか。ちょっとね、尺の都合上カットしてるのが多いんですよね、うん、大反省会。あと、大反省会の時に、さ、カットされがちなのは、女神のカフェトラスなんですよ。あ、そうなの？そう。いや、なんか、毎回、編集してる時に、
だから内容にあんま触れてないんですよ、これ。ああ、そうそうそう。まあ、そう内容には大体触れない。そう。だから今回もちょっと内容に触れるような話をしたんですけど、ちょっとまだ使われるかどうかわかんない。じゃああれなの、見てる人に俺の女神のカフェテラス、あ、伝わってないの？伝わってない可能性がある。伝わってない。俺結構ね、毎回話すもんね。そう。毎回、毎回同じことだけど、毎回好きだっていうの。毎回同じこと言ってるから。あれやなと思って、ちょっとカットしてる。はいはいはい。まあね、今日ね、P さんの誕生日ですのでね。はい。皆さん、ぜひコメントで、P さんおめでとうと。超コメントくるよ、多分。まあまあまあ。それはいいんですよ、別に。コメントはいいんですけど、その僕へのコメントはいいんですけど、その作品のコメントが欲しいんですよ、僕はね。いやいやいや、P さんの誕生日コメントだけでもいいでしょ。でもいいけど、うん、返し方にね、え？いや、ありがとうございますしか言えないじゃないですか。いいじゃん、それで。まあいいけど。だったら俺はちょっとアニメのこと語ってほしい。いやいやいや。じゃあ、誕生日おめでとうございますつって、じゃあ、好きなアニメ入れてください。はいはい、もう楽しみに待ってます。これで来なかったら来週暴れてるんだ。やばい。トラウマ界で、ね、今回の大正解が。もう来年から誕生日の時何も言わないって。言わない。あ、ちなみに今日あれですか？お酒入ってますか？お酒入ってます。はい、ちょっと今ハイボール。ちょっといつもと違います、はいまあ。ということでですね、皆さん、面白かったですよね。ぜひぜひコメントください。まあ、さっきも言いましたけども、はい、本当にね、面白い作品があるんであれば、いいんですよ。この動画で語ってないやつでもいいんで、うん、全然語ってもらえればなと思いますね。むしろ動画で語ってないやつで言ったら、P さんは見てるから、はい、次から、語ったやつを、ああ、全然。カットしないかもしれないもんね。まあ皆さんもね、ちょっと秋アニメっていうか、夏アニメもかなり面白いので、ぜひぜひ見てもいただいて、そろそろ秋アニメにこう、身を乗り出してみてはいかがでしょうか。はい。そう思う、今日この頃でございます。あるしょ。誕生日おめでとう。